か、B 号館2階にて、プレゼンテーションや学生によるポスターセッションが数多く実施されます。ぜひ最後までご参加ください。それでは開会にあたって、神戸学院大学佐藤雅美学長よりご挨拶をいただきます。佐藤学長、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。Good morning, everyone. From now, I speak Japanese. 本日は神戸学院大学ポートランドキャンパスにおいて PGL の国際学会が平和への架け橋というテーマを掲げて開催されますこと、心からお祝いを申し上げます。そして本学会に国の内外から参加されている皆さんを心から歓迎申し上げます。神戸は日本の近代化の中で国際的な港町として発展してきました。そして今年は神戸開港150年の記念すべき年にあたり、さまざまなイベントや行事が展開されています。神戸学院大学は昨年2016年に創立50周年を迎え、未来50年に向けて新たなスタートを切っております。本学は半世紀の歴史の中で大きく発展し、現在は神戸市内に2つのキャンパス、9つの学部、1万1000人余りの学生を要する総合大学となっています。ここポートランドキャンパスは今年で開設10周年を迎えました。現在ここでは5つの学部の6500人ほどの学生がこのキャンパスで学んでおります。神戸は山、町、海が一体となった美しい都市です。私は毎日このキャンパスからの神戸の風景を眺めながら平和を実感しています。しかし世界中には平和を実感することも想像することもできない環境に置かれている人々が多数いるのが実情です。また21世紀に入ってからの国際社会は平和に向かっているとは決して言えない状況です。このような時代状況だからこそ、本日開催される学会を通じて平和を多面的に検討議論しながら、平和の持つ意義をグローバルに共有し、その共通認識を国際都市神戸から発信していくことには大きな意味があったと考えています。本日の学会が実り多いものとなることを願いまして、私からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。